下り違うよ、角刈りじゃないよ、フルアーマーだよ、あ、角刈りじゃないんですか、違います、枝野さんだし、角丸だか中角だかもう全部同じだからいいよ、もうまとめて、私もとある方からですね、角丸みたいだとまたつ、ツイートされちゃった、うん、なんでその人中角みたいだと言わないんですかね、わかんないですね、うん、あー、イライラするわ、大きく稼いで年収2億になった、貯金国に送れ、福島みずほに聞け、重症ですね、ノイホイに見えました、今の人はノイホイに見えます、海外で円は使えねえだろ、ドルだかユーロだかに買えんだろ、円安になんだろ、為替だ肖像権があるぞ、肖像権が、例えば計算しやすいんで400万としましょうか、年収400万、4人家族のお父さんが会社が潰れて失業しました、全く困りますね、年収200万になって半分になった、決済200万円、もともと400万円で4人家族、貯蓄ができてもそんなに多くはできなかったでしょ、そんなに海外旅行行ったり貴金属買ったりという余裕もなかったでしょ、できるわけよね、消費落とすために公共事業を減らしたのどこだ、民主党だ、韓国の ODA を増やすんだ、ほら中国も増やすんだ、日本の国内で物が3個もらってものを忘れて、デフレにブレーキをかけるためにも必要なことは、ただその本質を十分に理解していないんじゃないか、あんた気づけ、枝野さん気づいてくれ、国会で安倍総理に勉強会開いてもらってるでしょ、質問の時間使ってもらった枝野さん、そろそろ学習してください、枝野さん気づいてね、自分が出した方法なんで反対したりしてんだ、エンターの、びっくりした、エンターのびっくりした、びっくりしちゃった、はい、怒られちゃった、ね、他の方たちがね、なんか声出していただいているようです、だからロシアも人口年間60万減ってっけど経済成長してるでしょ、ドイツはどうなの、北欧は全部データの相違してるでしょ、あんたの論は減らしたのはあんただろ、円高にして工場外に持っていかせたのだ、枝野だ、白川選んだお前だ、頑張れ民主党、頑張れ民主党、株価が上がれば年金運用益だって上がってんだよ、安倍政権になってたった4ヶ月で5兆も利益出てきたろ、お前らがやった時3兆以上もやっちゃったぞ、たけそうだ、在日コリアンを助けろ、だったらてめえらの支持母体の労組に言えよ、給料上がんねえくせに組合今か取りやがった、なんで副総理がさ、給料上げろっつったらそれ阻止してんのか、ロストなんだよ、日本人の給料下げろ、でもごく一部いると税金を納めて頑張ってらっしゃるから下げろ、韓国のために頑張れ頑張れ、でも所得の再分配をするということは気の毒な人を助けるんじゃなくて経済壁を回していく、気の毒な民主だったら公共事業やれよ、子供の手当なんで東北見捨ててんだ、子供手当だ、まだ瓦礫残ってんじゃん、高校授業料の無償化をやった、なんで東北を放置して韓国のために5兆4000億も金準備すんだ、もっとスワップだ、まったく本当にもう金よこせ、仏像よこせ、それはちょっとどうかと、
民主党だから。切れるのは民主党だから。まあそうですけど。これをやるとね、お金持ちまでやる必要がないじゃないかと民主党は言うんです。じゃあ、これも自民党から。枝野さんも欲しいんですか。でも今安倍さん何やってるか知ってますか。働いてる。1500万円まで孫に教育資金を贈与したら贈与税、相続税を免除するんですよ。金融機関に溜まってる金を動かして。経済は金が回らなきゃ意味ないでしょ。死に方国がダメって言ってるあんたらの理論と相違するじゃないか。金融緩和して金が回らないから意味ないっつったらどこだよ。あんたの発言が意味不明だよ。頑張れだからプラスマイナスゼロ。ここは何もしてない。あんたがモラルハザードだよ。頑張れだろさ。神奈川とか北朝鮮と関係の深い連中に6250万出したこと言えよ。頑張れだろさん。頑張れ民主党。頑張れ民主党。応援してるぞ。野田芳彦の政治献金も頑張れよ。そんなな、金のことはいいぞ。なあ、アジアのことを考えろ、民主党。ルール作れ、ルール。だったら議事録出せよ。議事録どうした。原子力事故の時の議事録出して。あんたらが作ったよ。もうね、感情で抑えられないっすよ、正直。みたいな普通の民主党応援なんじゃないか。残念ながら自動車もテレビも日本の国内では溢れてる。だったらなんでトヨタの業績回復したんすかね。円安になっただけで。だったら年金の資金マイナスになってたあんたらダメじゃないか。子作りしろ子作り。だったら外国人留学生に300億もの金くれてやるのやめてください。日本人の奨学金25億だぞ。なんで中国人は返さなくていい奨学金180万ももらえるぞ。ありがとう。どうしてシナ人は180万も奨学金もらえるんですか。日本人は全然もらえないのに。まったく、まったく、これはこれは興味多いからね。みんな見てるよな。ねえ、諸国の方は。もともと風俗街だからですかね。そうね。だから経済の倍増やすんだろう。じゃあ長妻連れてきて最後の一人まで年金つりつまわせやるよ。なんで途中で放棄してんだよ。バカ言ってんじゃねえよ。地方交付金、一括交付金の中に紛れ込ませてるだけだよ。公共事業をやって、それを通じる日本人の数が減るんですよ、これから急激に。応接してんだろ。怖い、怖い、怖い、超怖い、超怖い。ね、民主党の人どうしたの、どうした。俺は事実を言っただけだ。民主党頑張れ。怖いぞ。恫喝だ。韓国のスワップ打ち切りやめる気だ。恫喝だ。民主党職員が恫喝だ。また職員が恫喝しました。俺は何一つ嘘ってねえぞ。何も言ってねえぞ。全部事実だ。あれ、ぶっかけてってそばで落ちるって言えば鈴木さん2、3分殴られるか。どうする、それで警察行こうか。すごいファビオってましたね。ねえ、おいファビオルナ、事前さん言われて悔しいか。ファビオルナ、そいつおい、そこのクラスーツ、ファビオル
言語の自由だ、言語啓蒙だ。てめえらのせいでこっちは震災関連死一人出してんだろ。そうだ、おめえが俺の知ってる人間の代わりに首くくって生き返らせてくれんのか。嫌だったら耳栓しろ、耳栓しろ。なあ、批判されんの嫌だったら男性なんかやめちまえ。そうだ、国会議員やめろ。悔しいの、悔しいの。自民党相手にこれだけやっても誰も何も言われんよ。言わねえよ、ほんとに。悔しいの。共産党だって言われんよ。言わねえよ。手を出すのお前らだけだ。そうだ、悔しいの。死ねばいいのに。もう痛いっす。これであとは俺が刺されてどっかに死ねば完璧ですね。秘書だと思いますよ、ね、山根さんが手出してやめやめって相手にするなってジェスチャーしてたんで。なあ、そこの秘書の人みたいな人、秘書みたいな人ね、えどうしたの、人みたいな人、さっき来た人みたいな人。夏以降無職だぞお前。おい、夏以降無職だぞお前。おい、なあ、誰かの秘書だろお前。なあ、民主党の職員はな、中山一郎君ぐらいしか知らないけど。なあ、秘書、秘書、秘書だろ。ほら、先生の言うこと聞いてるだろ。なあ、秘書。中山一郎は国民運動委員長、元です。元だよ。国民運動だ。なんか違う。国民運動だ。なんか違う。なんか違うと思うそれ。食料も燃料も買えません。副委員長ですよ。副部長から。ほら、秘書。どうした、秘書。あ、さっきのお兄ちゃん。お兄ちゃん。なんだ、異性。お兄ちゃん、異性だけかよ。お兄ちゃん。おい、そこの秘書みたいなお兄ちゃん。なあ、民主党なら暴力振れ。民主党は暴力振るだろう。前も暴力振るっただろう。今取ってないから大丈夫だよ。大丈夫だよ、今。今だよ。何も取ってないよ、今だったら。今だったら動画撮ってないから。球場ナイフで刺せよ。なあ、球場だよ、球場。なあ、球場。ユニクロのシャツというのは新興国で安い人事で口だけかよ、秘書みたいな人。口も途中で終わっちゃったじゃねえかよ。待ってたのに。悔しいの、悔しいの。それじゃあ民主党みたいだぞ、秘書みたいな人。民主党だって。あ、そこで民主党だった。簡単に誰でもユニクロのシャツは縫えるんです。だから人件費の安いところでできるんです。でもオーダーメイドの人は、これを作ってるのはそれなりの下手職人さんじゃなければオーダーメイドのスーツは作れません。大きい声は出さない。大量生産をできるようにするというのは誰でもできるように近づけることなんです。だから大量生産の分野は大量生産ができて、もう飽きた、長い、大きく稼げるようになるのは10分でやめてくれ。もう飽きた。そのことの繰り返しなんです。大量生産するために円安しなきゃいけないのに、外に雇用を持っていくために円高にした枝野さんが言うことは違いますね。この前も所沢で聞いたからいい。同じネタなんすか。前同じこと言ってた。あ、じゃあカンペで覚えてんだ。そうそうそう。ひでえ。だってこれ客は違うから。日本の中小企業はかつては大手企業の下請け守ってでしたが、ユニクロからの話なんですよ、この一覧の話はね。それがそのまま所沢でも同じ話してます。簡単ですよ、だから民主党の議員というのは同じことだけ覚えればいい。だあれですかね、ブレーンの数がそもそも少なくて、その人が書いた原稿を丸暗記で読んでるだけ。そうですね、だからオヨルじゃできないんですね。だ例えばここわらびの場合はとかね、はい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 、その埼玉県どこどこの場合っていうの話をすればいいのに、そういうことをしないでテンプレですよ。あ、今岩月言いましたね、ボーイングのその話をされました。787かな、はい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 、新しいやつの、それが月に何台できるんですかってこれから言い出しますから。なるほど、ね、ええ、本当だ、ええ、覚えてんだから、その前言ったことを。はい、おじさんに先読みされてます。先読みしちゃうよ、今。だからそれぐらいだからね、経費はね、1年間に100個で、もうそれを言い始めるんですよ。始まったよ。